江戸川メディアラボがお届けします。はい、どうもご視聴ありがとうございます。はい、今回はですね、写真なんですけども、渓谷の軽豪雨の威力を体感できる画像をご覧くださいというね、話題が掲示板にありましたので、ご紹介したいと思います。なのでですね、記事ではございません。それでは1個目いきましょう。こちらでございます。本、はい、アップにしますね。こちらね、まあありがちな感じですよね。ね、こう川のところにね、川下りですか、船が見えますよね。で、まあちょっとね、ちょっとコントラストのきつい建物ですけれども、こういった感じで、まあ見晴らし台というか高台ね、展望台的なものがありますよというね、まあ観光地ならではの光景でございますね。はい、これがですね、どうなったかと言いますと、こちらでございます。ポン。こうなってしまったんですね。はい、ということでね、ちょっとおでんが映り込んでましてね、申し訳ございません。ちょっと待てと。いうことで、もう一度ね、元の写真見ましょう。こちらです。元の写真はこちら。ね。あれですよ。ね。この小舟がもう、小舟の水位のところがあれですよ。この展望台の水位のところまで来ちゃった。こんな感じ。すごいですね。ここまで来ちゃって、おほほほほほという感じでね。はい、じゃあね、もう一枚いきたいと思います。もう一枚はですね、危険すぎてちょっと角度が1枚目と2枚目違うんですけれども、同じところを撮った写真でございます。こちらね、ね、このなかなかね、地形派には興味深いところですかね。こう渓谷的なところですよね。はい、あれですよね、地層派となんかこうあれですよね、タモリさんとか好きそうな感じのこうね、川でございますけれども、こちらね、こちらがどうなったかと言いますと、こちらでございます。ポン、こうなっちゃったですね。はい、じゃあね、これはちょっとね、見比べてみたいと思いますので、こちらね、ちょっとこれを横に置いといて、長いんですよこれ。だからもう危なすぎてね、同じ角度から撮れないんですね。でもう一個、ここが、こちらでございます。はい。あ、変わっちゃいましたね。こちらがね、これですね。はい。ちなみにですね、この、いいですか？このね、ちなみに人がいるんですよ、これ。ここに。この、なんか、点がありますよね、点。これ。この、川っぺりのところに、船がありますよね、船。だから人がこの大きさですよ。ね。人がこの大きさ。なんですね。で、こんな風になってしまったというわけでございます。はい、ということですね、こちらに対してですね、渓谷の反応がありますので、ご紹介したいと思います。
はい、ということでね、じゃあ行きましょう。あ、ちょっと写真がね、じゃあ行きましょうね。はい、こちらね、うん、あそこによく行ったのだが、すごく水位が上昇したね。連れ主の苦労で実感が湧きます。写真でよく比較してくれました。あの吾妻山で相当な高さですが、震えます。記事とはこのように書かなくてはなりません。はい、なんだ、イミョンバクの四大河川事業は無駄金だったね。秘境館ボタン。はい、次。うちの父親、2週間前まで毎日日本と四国が悪いことするから雨がたくさん降る罰を受けていると言っていたが、わらわら。最近は静か、わらわら。それなら渓谷も悪いことをたくさんしたということでは。お前の父親は文災害を選んだであろう。はい、こちら。渓谷にも運河を建設しなければならない。そうすれば洪水の心配はさらに少なくなる。流通革新。次、こちら。四大河川のせいではなく、ジャンケ野郎どもの人工降雨のために雨が降らなかった。コヨクンソウル市長の時に雨が降った後、一度もソウルに大雨が降ったことがなかった。今年に入ってジャンケ野郎どもが人工降雨をしないから雨がめっちゃ降って洪水もすぐ起きる。これが K 豪雨レベルなら K シリーズの中で最悪の歴代級秒針シリーズだね。はい、というね、意見でございました。じゃあこちらに対してちょっと日本の反応も見ていきたいと思います。なあに、かえって免疫力がつくにだ。お気の毒様ですにだ。けんちゃなよ。K 国知院曰く、天才は天罰らしいよ、わら。こいつら泳げないから、このまま続けばやばいだろうな。中華が湿度上げすぎて影響出てるとしか思えない。はい、というね、意見もございますね、こちら。K 豪雨、小雨。おさむ水ぐらい真面目にしろよ。日帝が作った75年も前のインフラに依存せずに、ただの降雨に K なんて文字をくっつけて特別視するのか、気持ち悪すぎるわ。はい、これ関和の水攻めやん、わら。関羽だって、楓ちゃん。日本が日本のお金で新しく作らないのが原因だ。え、謝罪と賠償を求めるにだ。なんでだよ。はい、じゃあね、こちらに対してチャットの反応を見ていきたいと思います。はい、こちら。沢登り釣りをする人の常識なのだが、植生の変化の切れ目は鉄砲水来たという目印。あーね、ケイムンちゃんとか言い出すのかっていうね、どうせ手抜きの人災だろ、日本の台風喜んでたお前にはいい光景だってね、ソウル市長をつし、うん、つ、あ、なんだっけこれ、ソウル市長、ソウル市長を痛む天の涙にだ。はい、というね、こちら。運河を建設しなければならない。運がないな、わら。はい、でね、治水しても支持率にはつながらないにだ。ね、下水とは無縁にだ。ね、びっくりした矢印の下に人が、というから見たら枠みたいなところに自画像チェックに、顔が映ってるように見えたと。はい、同じ峡谷なんだね。船の形一緒で、手前の手すりはさっきの写真の吾妻屋のところっていうね。言うね、天災は天罰にだね、治水は大事にだ、イルボン技術だけクリニカね、人じゃないにだ、ウニにだ。何をおしゃるうさぎさん、うちの方じゃ学岩っていうところがある。そこは畳12畳ぐらいなんだが、日に2度水面下に沈んでるだよ。はい、というね、ね、こちら。まあ予告なしの緊急放流は同情するよ。上流に他国がない日本でも緊急放流では揉めるしな。あー、なんか神奈川かどっかで揉めましたよね。ね、あ、痛む、あ、ごめんなさい。はい、ね、ね、まさかとは思うけど住んでるわけじゃないよね。でね、ね、なんかね、あれです、なんか登山同好会みたいな、またね、あれなんですよ、向こう同好会みたいのがカフェって呼んでるみたいで、登山カフェのベテランさんみたいですね。はい、ね、ね、ブラタモリは許す、選択的反 NHK はい、ね、インフラ整備併合後からやってなかったなってね。はい、こちら。昔台風の後、小田急線乗ってたら多摩川を家が流れていくのを見たことがある。うん、
はいとね、傾向随意は評価するイルベ風言い回しというね、敬語の威力というより敬語のインフラの魔力を実感できますねということでございましたってね、敬語側は秋広の時に失敗したにだってね、はい、宮島をインスパイアしたにだよってね劣化か劣化劣化コピーか。はい、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。